ファニー・ケンブル。ファニー・ケンブル。本名フランシス・アン・ケンブル。A. フラス・アン・ケンブル。1809年11月27日から1893年1月15日は19世紀イギリスの女優及び著作家である。アメリカ合衆国の大農園主と結婚したが、この時に見た奴隷の待遇に衝撃を受け、後にその日記が出版されて、奴隷制度廃止運動を盛り上げることに貢献した。 ファニー・ケンブルは有名なケンブル俳優一家の一員であり、俳優のチャールズ・ケンブルとの長女であり、著名な悲劇女優、サラ・シドンズやエリザベス・ホイ・ロックの名でもあった。ファニーの妹はオペラ歌手のアドレード・ケンブルであった。ファニーはロンドンで生まれ、主にフランスで教育を受けた。ファニーの初舞台は1829年10月26日の コベントガーデンでジュリエット役だった。ファニーの人を引きつける個性で、すぐに大きな評判を呼び、その人気で、ファニーの父親は経営者としての質を埋め合わせることができた。ファニーは女優が演じる主要な役どころをすべてこなした。ポーシャ、ベニスの商人、ベアトリーチェ及びティーズルプ人、ン、秋分の学校などだが、ジェームズ・シェリダン・ノールズがファニーのために書き下ろした。 セムシのジュリア役はおそらく最大の当たり役になった。1832年、ファニーは父親と共にアメリカ合衆国に講演の旅に出た。1833年、ボストンにいる時にアメリカでは最初の商業用鉄道の革命的技術を見るためにクイーンシーに出かけた。この時のグラニット鉄道訪問の様子は彼女の日記に詳しい。 1834年、ファニーは女優を引退して、ジョージア州でも最大の奴隷所有者の後取りで、アメリカ合衆国建国の父の一人、ピアース・バトラーの孫のピアース・バトラーと結婚した。二人が結婚した時はバトラーは奴隷所有者ではなかったが、二人の娘サラとフランシスが、生まれた時までに祖父の財産を相続し、 1838年から1839年にかけての冬に会場の島にあるプランテーションに妻のファニーを連れて行った。ファニーは奴隷の生活条件やその待遇に衝撃を受けた。奴隷の状態の改善に努め、夫には奴隷制について苦情を言った。1839年の春にプランテーションを離れた時も、 奴隷制に関する議論が続き夫婦の関係もこじれていた。夫妻は1849年に離婚し、バトラーが二人の娘がある年齢に達するまで親権を取ることになった。ファニーは娘たちがそれぞれ21歳になった時に一緒に暮らすようになった。バトラーは南北戦争が終わって間もなくそのプランテーションで死んだ。バトラーもファニーも再婚はしなかった。 1847年、ファニーは舞台に戻った。これは演劇に興味があったというよりも、バトラーと別れて、後に離婚したので自活していく必要があったためだった。後に、ファニーは父親の例に習って、シェイクスピア劇の朗読で大きな成功を得て、マサチューセッツ州からミシガン州まで、シカゴからワシントンまでと旅して回り、シェイクスピアに対する新しい聴衆をつかんだ。 ファニーは、ジョージアのプランテーションにいた頃から日記をつけていた。これが、南北戦争の前の時期に、奴隷制度廃止運動家の間で回覧され、戦争が勃発すると、イギリスとアメリカ両国で出版れた。ファニーは、奴隷制の問題に関して、発言を続け、しばしば朗読から得た金を事前目的で寄付した。以下は、ファニーの日記の一節である。 1877年、ファニーはイギリスに戻り、そこで死ぬまで救世を使って暮らした。この期間、ファニーは、ロンドン社交界の顕著で人気のある人物であった。ファニーは、ヘンリー・ジェームズの友となり、創造的な刺激を与えた。ジェームズの小説、ワシントン・スクエア。1880年は、ファニーがその親戚の一人について語った物語を、元に作られた。 ファニーは著作の面でも活躍し、戯曲、フランシスが一番、1832年、セビルの星、1837年、刺繍、1844年やイタリア旅行記、慰めの年、1847年の他に、1835年に、日記、また1863年に、ジョージアのプランテーション生活日記を出版した。さらにアレクサンドル・デュマ・ペルや、 フリードリヒシラーの翻訳を含む儀曲集も出版した。後年は少女時代の記録、1878年、後の人生の記録、1882年、シェイクスピア劇の注釈、1882年、遥かな国、遠い昔、1889年を呼び、さらなる記録を出版した。ファニーの回想記のいくつかは、 当時の社会的また劇的な歴史を彩る価値、ある記録が含まれている。ファニーの娘サラは医者のオーウェン・ウィスターと出会い、恋に落ちた。サラとオーウェーンには子供が一人でき、その子供が人気のあるアメリカの小説家になり、1902年の小説バージニアンを書いた。ファニーのもう一人の娘フランシスはイギリスの牧師ジェームズ・リーと結婚した。 その二人の娘アリスが、ファニーが1893年にイギリスで死んだ時付き添っていた。下記のものはすべて、ハーバード大学図書館オープンコレクションスプログラムを通じてオンライン検索が可能である。ハーバード大学図書館オープンコレクションスプログラム、ウィメンワーキング、1870から1930、ファニー・ケンブル。ファニー・ケンブルの出版物について、 オンライン検索で全文検索が可能。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。